第一章のあらすじ。はじめはこんな感じの話だったのに。何度も何度も、合体させていくうちに、なんだかわけわかんなくなってきた、というコメントが増えてきました。正直、私も同感です。なので、今回から気分新たに、頑張りまっする。なんだろこの村、確か私って、マリサたちに飛ばされたんだよね？一体どこまで飛ばされたんだろ？おや、見慣れない顔だね。君、どこから来たんだい？黙れ。おっと、これは飛んだジャジャウマちゃんだ。まあしかしそんなジャジャウマ加減がいい感じに最高のコントラストを。お願いなので本気で消えていただけませんか？お願いなのでガチのトーンで言わないでいただけませんか？それで、ここはどこなの？ここは合成村と言います。私たちは合成に全てを捧げ、合成するために生きております。合成って何？え、合成をご存じない？これは飛んだジャジャウマちゃんだ。合成というものは、あるものとあるものをくっつけて、別のものに真似するなー。てかわからないなら黙ってなさーい。まったく。それではもう一度説明します。合成というものは、あるものとあるものをくっつけて、別のものにする、まさしく科学の進化というやつです。へえ。あ、そう。君が合成って何か聞いてきたんだよ。記憶にございません。頭の中の消しゴム。まあいいです。とにかくここはそんな合成を活発に行っている村。そして私の名前はアンデス・テンサフィーラ・インダストリアル・ダイヤモンド・ユカイ・サンシャイン・タナカと言います。名前が長いので、インダストリアル・ダイヤモンドと呼んでください。田中さん。この子は人の話を聞かないようだ。合成って、ものしか合成できないの？どういうことだね。いやー、どうやって合成するかわからないけど、例えば田中さんと鶏を合体させるとか。君はなんてことを言うんだ。いいかね、この合成村では物と物しか合成させたことしかない。そんな生物を合成なんかさせたらどうなるかわからないでしょ。え、でも私さっきまで他の誰かと合体してたよ。え、どういうこと？まさか。君、まだお昼だよ。そんな卑猥な話はやめなさい。は？何言ってるの？なんかよくわからないんだけど、生物と生物を合体する能力を持ってる人が数人いて、その人のパワーで合体してたんだよ。そんなことが現実に存在していたのか。それは驚きです。君、今すぐ合成の館に来てくれ。今すぐにだ。300円。え？わかった。300円あげるからついてきたまえ。やっぱり500円。調子に乗るな。何これ？これはこの村の宝、合成の壺だ。合成の壺？うむ、この壺に2つのものを入れると、合成されて1つになる。試しに何か入れてみよう。この斧でいいかな。ではまず斧を入れてっと。あと、他に何か。あれ？ない。仕方ない、少し待っていてくれたまえ。この壺の中、どうなってるんだろ。気になる。よし、見てみよう。じー。吸い込まれる。いやー、お待たせ。どこに消えたんだ？皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。早くも第2章、始まりました。今後ともよろしくお願いしたいます。また噛んじゃった。